西村大臣西村大臣安吉安吉さんコロナとの死闘とか本書いてる裏で公式サイトで自分好みの女の子を世界中でね公費で言っといてね盗撮しとると何事っちゃここにここ書いてますよ西村元大臣は公式サイトでとっておきの1枚と題し 2020年2月まで毎日,毎日のように毎日のように毎日のように写真を投稿するブログを更新していた問題視されているのはブログ内にある世界各国美人図鑑ねいやー出ましたよ奥さんに怒られてませんか奥さんにとクリックしてみましょうかこれあすでになんかねもうオミットされてますねはい見ることができません残念ながらね西村元大臣の 女性の趣味思考っていうのがどんなものなのか、女性自身、まさに女性自身にこういった記事が載っけられてるということですよね。困ったもんですよね。北海道で目撃したという女子大生の後ろ姿もアップされている。世界各国美人図鑑ね。ガーシーにつつかれちゃまずいところがあるんじゃないですかツイッターには盗撮では気持ち悪いといった声が上がっていると。まあこの顔は確かに気持ち悪い部類に入るかもしれません。 私と同じような顔してるんでね気持ち悪いかもしれないけどもうーん美人図鑑ねすごいですね昔なんかあったあの投稿写真っていうね雑誌がありましたけどもあれのカメラ小僧だった方がいいんじゃないかなと思いますけどねうんなんか昔ね大学教授で植草さんっていう人がなんか経済よりもスカートの中身を見通していたみたいなコメントがありましたけどもまさに西村経済担当大臣 経済とかコロナを見通すんじゃなくて世界中の女性を見通していたということでね、まあ、なかなかあっぱれだと思いますけど皆さんいかがお過ごしでしょうか西村さんマスクは口だけじゃなくて顔全体にした方がいいんじゃないですかもう街歩けないですよ奥さんに怒られてるんじゃないですか奥さんに奥さんに逃げられるんじゃないですかこのままだと <laughs> じゃあ終わりです